この曲、歌詞は不大。僕
チームにワンツーのイケメンなんですけど、宮代の感じで、あの皆さん西川純なんかイケメンとか言ってますけど、僕は全く認めてなくて、あのすれ違うたびにブスだよって言ってるんですね。だけどなんかちょっと嬉しそうなんです。多分言われてこなかったでしょ。まあそれはまあいいんですけど、まあそれはいいんです。まああの、まあ、その宮代から、しかもこの歌だったら女性ファン増えますよ。僕ね、女性ファン嬉しいんです。結構人気はあるんですよ。まあいいんですよ、そんなことは。で、あの今から愛子さん、あ、ちなみにさっきのは鬼塚千尋さんの月光と宇多田ヒカルさんのファーストラン、まあ、なんでこの歌かをねやったかって言ったら、まあ、特に意味はないんですよ。まあ、年男が歌いたかった。まあ、あの家で練習してる時に奥さんに「え、それやるんだ」って「もうちょっとこう盛り上がる曲とかやれば」って言われて、年寄りが歌いたかった。でね、愛子の瞳をやるし、今年たくさんデビュー生まれました。知ってる曲ではあったんですけど、たぶん優秀に子供が生まれたって、勉強に頑張ってるって歌ったら、ちょうどタイミングいいかなと思って、やる。白い瞳に映った夕
いい歌でしょ。終わりです。島川敏夫がね、いつも試合が悪いじゃないですか。島川敏夫って少ないんですよね。あれです。そこにいるんですよ。あれです。もうちょっとやってもいいですか。あ、違うか。選手を迎えるの。なんか僕が弾きながら選手を迎えるみたいな。あの、じゃあ、あの、迎える曲、すみません、雲が。雲が。あの、今からアンジェラ宛ての手紙をやりながら、選手を迎え入れたいと思います。あの、これ、あれなんですよ。この間、先週、コスチューム合唱コンクールに行かせてもらって、その時に、3年生が歌ってて、やっぱめちゃくちゃいい歌だな。ちょっと楽譜がないんで、あの、止まっちゃったら、選手、おいで。歌いながら聞くの？うん、いいよ、好きにして。じゃあ、選手、行きます。ありがとうございます。
ということで、いよいよエンディングということになりました。皆さん楽しんでもらいました。さあ、それではチームを代表して藤田キャプテン、一言いただきます。なかなかの雰囲気に吉田の前のところの前にお伝えいただければなと思います。
2023シーズン、また新たな道のり、我々は共に向かうことになります。さあ、すみません、今お呼びの準備、皆さん、ちょっと待っててくださいね。すぐ会いに来ますので、ちょっと待っててください。さあ、ルーム2022からルーム2023、もう新たな道も見えてきます。面白かったね。